はい、ではご質問にお答えして、働き方改革の4つの大きな根本原理についてお伝えしていきます。この制度がね、働き方改革ってものが皆様の暮らしにどのような効果をもたらすか、よくよく考えていきましょう。一つ目なんですけども、2024年の4月からちょっと先になりますけども、オーバーワークですね。だから残業時間が月に45時間以上を超えたらダメですよっていう風なね、そんな決まりができてきます。これ刑事罰の対象になりますので、経営者の方は従業員さんを月に45時間以上をオーバーワークさせた場合はかなり厳しい措置を受けると覚悟してください。同時にですね、従業員さんはどんなにサボっていても45時間以上粘れば会社を脅すことができますので、その辺も考えながら進めてみてくださいね。次なんですけども、2019年4月からすでに始まってますね、有給休暇です。年間で10日以上の有給休暇が発生している従業員さんには5日間の有給休暇を会社が取らせなければならないということになってきます。有給休暇って制度は当然のように取れるようなものでもなかなか取れなかったと思うんですよ。でも今度から強制的に取らせなければ罰則がありますので、有給休暇をね、経営者の方っていうのは取らせなければなりませんのでお気をつけください。3つ目なんですけども、オーバータイムなんですけどもね、月に60時間以上の残業をさせた場合は残業賃金を規定の 50% 以上にしなければならないということです。ですので、通常1万円で日当をもらっている方は1万5000円以上払わなければならないというような、ね、そんな解釈になります。まあ、日当が全部ね、オーバータイムにならないと思いますので、例えば3時間の残業をして、それが月に60時間を上回ったよということでしたら、その3時間の残業に対しては正規の賃金の 1.5 倍以上を出さなければならないということで、企業はあっという間に潰れますね。消費税が 10% 上がって、人件費がこんなね 50% 以上超えてしまったら、もう人を雇えないということになると思います。で、4つ目なんですけども、これがねかなり大きいです。2021年の4月から始まるんですけども、同一賃金規定ですよね。要するに正社員の方と同じようにパートさんもアルバイトさんも派遣社員の方も同じ賃金を払いなさいよということなんですよ。同じ環境で同じ仕事をしていると認められる限り同じ給料を払いなさいよということです。まあ、これによってですね、どういうふうに考えられるかというと、今まで非正規で安い給料で社員さんと同じ給料でね働かないことに不満を持たれてた方、光が差してきます。社員さんと同じ給料になります。でもこれは考え方で、じゃあ社員の給料を抑えようかっていうのね、そんな流れにもなってくるんですよ。で、今お話した4つの制度が我々にどんな効果をもたらすかっていうと、まあ、明白でですね、人が雇えないということになります。で、人を雇わずにやっていくことになります。もしくは働きたいんだったらタイムカードを打った後に堂々と働きましょうということになりますよね。それは自主的労働とみなすということで、もしかしたら、誓約書を書かされるかもしれません。皆さんが選ぶその社会っていうのはこういうふうになっていくってことだと思います。皆さん自身だったらまだいいんですけど、皆さんのね、お子さんとかどうですか、責任ないですかね。お子さんとかお孫さんが、私たちの作った社会がこんなことになってしまったんですよ。そこに、突っ込もうとしてるわけなんですよね。今ね、20歳前後の息子さん娘さんをお抱えのお父さんお母さん、私と同じ年代かもしれませんけども、私と同じ年代で20歳前後の娘さんやね、息子さんを抱えてらっしゃる方、こんな社会に、こんな働きにくい社会に、こんな生きていくのが苦しい社会に、まあ一人一人がね突っ込んでいくということで、これはね誰かのせいではなくて私たちがそうしてしまったんですよね。さあ、それではね、個人的に何をすればいいかってこと、何ができるかってことなんですけども、極端な話をしますと、生まれてきた子供に最初から10億円ぐらいの資産を親が渡していけば、競争もないし、人に雇われる心配もないし、何もかもうまくいくような気がするんですよ。もちろんそんなね、生まれた瞬間に10億円の資産をボーンと渡すことはできないと思いますんで、10億円の資産の作り方の頭だけをねお伝えしていくとか、この働き方改革も私の方に質問いただいて、本当にね、それを別にねどうこう思うわけではないんですけども、働き方改革ぐらいはやっぱりね理解していきましょう。一人一人で理解して、それを自分の家族に伝えれるぐらい説明できるレベルでよく理解して、今私がねこの5分ぐらいで喋ったような内容は誰にでも話せるようになった方がいいんではないかなと思うんですよ。で、働き方改革って何ですかって私に聞くよりも、検索すればすぐ出るじゃないですか。もちろんそれをね、検索ばっかりして私に質問しちゃダメですよってことじゃないんですよ。私がこう、ね、質問いただけたら、私こういうふうに動画が作れるんでありがたいんですけども、それを考えてあえてね私の方に質問してくれたと思うんですけども、皆さん一人一人が自分で考えて、自分で資産を作って、自分でリスクヘッジをして、もう誰にも頼らずに、何にも頼らずに、依存せずに、自分の力で全てを開発していかないといけないんですよ。だから
誰かを信じるとかね、誰かに乗っかるとかいう発想はもうね、旧世代的で古いんですよ。そういうのじゃなくて、自分が何を選ぶかなんですよね。自分の責任で何を選ぶかっていうような発想に行かないといけないですし、そういった発想を子供たちにも教えていかないと、とっても危険になっちゃうんですよ。それこそね、なんか人を信じるとか何かを信じるって発想は完全に間違いなんですよ。信じられるものってのはなくって、勝手に信じたあなたがいただけっていういつものオチになりますんで、自分が何を選ぶのか、自分の選ぶセンスはあるのか、ここだけにフォーカスした方がいいと思うんですよね。皆さんはどういうのにお感じになったでしょうか。まあ働き方改革ね、働いてない私はあんまり関係ないというか、私会社経営をしていて、こういった制度を利用していかに自分が有利になるかってことを考えますんで、そのネタバラシをいつもしてるんですよ。ですんで私が勧めるのは、雇われるんではなくて雇う側になること、そしてルールを作る側になること、小規模でいいと思うんですけども、自分のチームを作っていく、自分のコミュニティを作っていくことによって、そのコミュニティに自分も参加するという形ですかね。理想の社会はもう今ね、作れる時代ですから、自分がどこの社会に飛び込もうかなって選ぶんではなくて、飛び込むべきコミュニティがなかったら自分で作っていくってことをしていくのはいかがかなと思います。もちろんビジネスとかね、お金を稼ぐっていう手段に関しても、自分が作ったコミュニティでお金をこう作っていくっていうような発想がね、よろしいかと思います。本日はね、ちょっといろいろとライブが多かったと思いますけども、9月1日なんでね、いろいろ気持ちを切り替えていただきたいかなというところもありますし、あっという間に7月8月過ぎたと思うんですよ。どうですかね、7月8月でどんなね、自分に資産ができたかなと、未来への展望ができたかなと、自分への納得感がどのぐらいあったのかなって振り返ってみると、あっという間に過ぎて何もできてないっていうふうなね、私みたいなそんなね、ドジな時間の過ごし方してほしくないなと思いますんで、私のこの夏のね、何もできなかったという失敗を本当に込みでね、皆さんの方にメッセージさせていただきました。それでは今月もよろしくお願いします。